私何になりたいかなって考えた時に、なんか人のためになる仕事がいいなっていうふうにまず考えて、それでたどり着いたのが看護師で、徐々にもっと看護師になりたいっていう気持ちがすごい芽生えていって、今こうやって看護の専門学科入って看護師目指しています。患者様やご家族から、今日の担当があなたでよかったって言っていただける看護師を育てることをモットーに、教員たちと一丸となって教育活動に励んでいます。母体病院である豊橋市民病院がすぐ近くにありまして、連絡通路でつながっているものですから、主な実習はそこで受け入れていただいて、最新の医療と看護を学ぶことができますし、院長先生も看護局長も自ら授業に来ていただけるものですから、そこで学内で座学で学んだ知識が技術が実際に使って体感できるっていうところが、本当にハード面での魅力だなって思っています。准看護師の免許を取って、2科で勉強するということなので、豊橋市民病院で午前中働いて、で午後から学校に来るっていう環境があったので、私もそのようにして3年間頑張ろうかなと思ってここを選びました。よせーの、先生が優しい、親身になってくれるから。違った。分からないところが私は結構多い方なので、でもなんか聞けなかったりして、どうしようって一人でどんどん抱え込むタイプなんですけど、でもそれでも先生に一回相談してみると、なんかできないからダメじゃなくて受け止めてくれるというか、なんかそういうところも踏まえていろいろ教えてくださるので、本当に寄り添ってくれてるなっていうのを実感できます。